両チームの選手たちが入場してきました。順延になった試合、雨の中ではありますが熱心なサポーターが詰めかけています。福光ふわりと上げるファーサイド、フリーだ、木村切り返して右足ブロック、こぼれて清水、これもブロック、2度のシュートともにブロック。いいタレパス入りましたね。これ先ほどのチャンスですね、水戸のシーンです。ここ木村選手も落ち着いたんですよね。ただこう中村選手よく姿勢で、まあ、ここですよね。コーナーキックです。今日1本目、キッカーマテウス・サビオ、競り合う、こぼれて染谷、決まった。フォアを狙ったボールも非常に良かったですし、ここはボールに行っています。ノーファール、前が渡して浜崎の折り返し、合わせた、追いついた、木村のゴール、水戸が同点に追いつきました。32分、木村がうまく合わせました。右足後ろ側で合わせましたよね。定石かと思いますけれども、まあ、あえて七選手がニアサイドですよね、狙ってくるという可能性もありますね。浜崎狙った、決まった、浜崎直接決めました。水戸逆転、なんとなんと浜崎が直接フリーキックを決めました。意表をつきましたね。まさか浜崎選手がニアを狙ってくるとは思わなかったと思うんですよね。中村浩輔選手もゴール前合わせてくると思って少し右に動いたんですよね。しかしこのボールの軌道コース、素晴らしいシュートでした。前には2人、ジュニオールサントス、どうする、左足、キーパー触った、クリスティアーノ、行ってるんですけれどもね。このシュートも村上選手よく防ぎました。白井、さらに追い越した七位、クロスボール、パーサイド、フリーだ、シュートだ、決まった、水戸勝ち越し、清水のゴール。さあ柏、手塚が上げる、キーパー出る、パンチング、ここで長いホイッスル、勝ったのは水戸、3対2の勝利。